大砲の発明は軍事的な飛躍をもたらし、これまで侵入不可能であった城の壁を壊すことができるようになった。大砲の登場は中世頃と思ってしまうが、実は2300年前にアルキメデスが設計している。レオナルド・ダ・ヴィンチが15世紀に蒸気式の大砲を発明したと言われているが、実際はアルキメデスの設計図を元にしていた。まだ火薬が発明されていなかったため、アルキメデスの蒸気砲は銅の砲身にただ丸い石を詰めたものであった。大砲の端に水を入れた容器を取り付け、熱を加えて蒸気を注入し、圧を上げて石を飛ばすというものであった。この大砲は紀元前241年、彼の故郷であるシラクサがローマ人に襲われた際に使用されたが、その後歴史から忘れ去られていた。それから1700年後にダ・ヴィンチがその意志を受け継いだのであった。人間は戦争のたびに鎧を身につけて戦に臨んだ。その過程で鎧に使われる素材は大きく変化し、ありとあらゆる硬い素材が試されてきた。中には意外なものもある。これはイノシシの牙で作られた兜で、約3600年前のミケーネの戦士が被っていた。その年代を考えると驚くほど精巧に作られており、下地は革で作られ、内側には快適に被れるようにフェルトが詰められ、革の上にイノシシの牙がきれいに貼られている。最上部には象牙の飾りや紋章入りの青銅のボタンが付けられていた。おそらく戦士たちは自分でイノシシを狩り、自ら兜を作っていたのであろう。兜には約50頭のイノシシが使われているため、一つ作るのにも一苦労であったはず。全く完成せず、馬鹿にされた戦士もいたであろう。投げナイフはご存知であろうが、この形は初めて見るかもしれない。これはカピンガと呼ばれる中央アフリカの古代武器である。形としては、短剣と忍者の手裏剣が融合したようなものであろう。エチオピアのアザンデ族が考案したとされ、高度な戦闘技術で恐れられていた。敵が見慣れない武器を使うことは大変効果的である。現存する最古のものは2700年前の鉄器時代に作られたという。少し扱いにくそうに見えるが、複製品でテストした結果、これを上からサイドから投げても最大35メートルも狙い通り届くことが実証された。刃の形の間隔は敵に大ダメージを与えるように計算されているため、深く食い込み取り外す際は苦労したかもしれない。象の鎧もかなり珍しいものである。象の骨で作られた鎧ではなく、戦場で戦う象が装備する鎧である。戦象は何千年も前は一般的であり、アレキサンダー大王は2300年前、ペルシア帝国のダレイオス3世が投入した象の部隊を目にし、戦慄を覚え、アレキサンダーの兵は初めて象を目にし、悪魔だと思い、恐怖のあまり逃げ出したという。次の世紀には象と戦う戦術が編み出され、インド人は象に鎧を装備させ始めた。革に鉄が織り込まれた鎧は、柔らかい足の付け根など狙われやすい箇所を守り、銃や大砲が発明されるまで象は戦力として大いに貢献した。15世紀になると戦場ではほぼ使われなくなったが、インドやイギリスの博物館では今も美しい鎧が飾られている。古代のローマ人は何千年も前にどうやって柔軟性のあるガラスを作っていたのであろうか。古代に最も尊敬されていた文人、大プリニウスとペトロニウスは、ローマ人が曲げることができて、ほぼ壊れないガラスを作る方法を知っていたと述べている。また、1世紀の皇帝、ティベリウス・カエサルの時代にも、あまり知られていない作家による記録が残されている。だが、金よりも価値が高くなり、
ローマの経済全体が不安定になるのを恐れた皇帝が製造を中止させたのではないかと言われている。ローマ人が柔軟なガラスを作ることができた手がかりとして、トスカーナにある噴気孔から出ている硼酸と関係があるかもしれない。通常のガラスに硼酸を混ぜるとかなり割れにくいガラスができるが、柔軟性はない。古代ローマには未だ知られていない大きな可能性を秘めた技術が存在したのであろうか。 GPS の誕生によりどこでも簡単に経路を確認できるようになったが、何百年前の航海は大変なものであった。例えば方向や速度を記録するにはトラバースボードが必要とされた。見た目の複雑なこの板は15世紀から16世紀にかけては一般的であり、この追測航法と呼ばれる方法で船の大まかな位置を把握することができた。乗組員はボードの穴の列を使い、丸板で方向を、四角板で速度を測り、砂時計で30分ごとに計測を行い、新たにペグを穴に刺して値を記録していた。当時の船員は大抵文字が読めなかったため、この板で誰もが測定値を書き留められるようになった。とはいえ、海流や記録の不備などで値がずれることもあり、必ずしも正確なものではなかった。コロンブスが迷子になったのも不思議ではない。インドには神秘的で見事な寺院がたくさんあるが、その全てが注目されているわけではない。オディシャ州にあるラトナギリ寺院もその一つかもしれない。突出した建物はないとはいえ、寺院内はどこも素晴らしく、どれほど手間をかけたのか想像を絶するものがある。歴史家によれば、寺院や僧院、仏塔など初期のものは6世紀に建てられ、その後1000年かけて増築されたと言われている。一番新しい寺院は1500年代に建てられたものであり、この地域が宝石の丘として知られるようになったのもそれなりの理由がある。ラトナギリは巨大遺跡として知られていたが、寺院群は20世紀に入り海外の探検家が発見。その後1961年になり、ようやく本格的な発掘が行われた。とはいえ、ラトナギリの歴史すべてが判明しているわけではなく、未だ目に触れていない隠れた遺跡が眠っているかもしれない。大自然の中でキャンプをするなら、アーミーナイフを持っていくと大変便利である。誰もが万能ナイフの発祥はスイスと思ってしまうが、実は違うかもしれない。2019年に地中海沿岸で行われた発掘調査で、3世紀頃のローマ時代のナイフが出土し、爪楊枝やヘラ、フォークとスプーン、ナイフが付属していた。おそらく調理や食事に使われたと考えられ、銀製のナイフは重要な人物が使用していたと思われる。とはいえ、この道具は一つしか見つかっておらず、所有者は発明した人物でもあるかもしれない。それが事実かは不明であるが、スイスのアーミーナイフが発明されたのは、この食用ナイフより1500年後のことである。気になるのはなぜ3世紀にこのナイフが流行らなかったのであろうか。貯水槽に興奮する人は少ないであろうが、この発見で興味を持つかもしれない。チュニジアにある有名なカルタゴ遺跡に古代ローマ時代の貯水槽があり、貯水網の長さは90メートル以上と、最盛期には世界最長の水道橋につながり、都市全体を潤していた。侵略者に部分的に破壊されたりしたが、当時のものが未だに残っているのは驚きである。中世には一時的に納屋や厩舎、さらには家として、または建築用の石材としても使用された。たとえ役目は変わっても、貯水槽のスケールを目の当たりにすると感動を覚え、2000年以上も前にこのような給水システムを作り、水力学の知識を持ち合わせていたことは驚嘆である。どこも劣化が進んでおり、
現在この場所は政府によって保護されている。サルディーニャ島にあるポルトフラビアは、一見すると岩に掘られた古城に見えるが、はるかに実用的なものである。1924年に鉱山として建設され、採掘された鉱石を下で待機する貨物船に直接投下していた。おかげで生産性が飛躍的に向上し、1600年代に始まったサルディーニャの工業は20世紀に入りピークに達した。当時は農業の近代化により、亜鉛や鉛など様々な鉱石が求められ、史上最も多くの貴金属が採掘された。とはいえ鉱石を最寄りの港まで運ぶのは容易ではなく、大変な手間がかかっていた。そこで時間を短縮するために、崖の上にポルトフラビアを建てたのである。文字通り鉱山から直接鉱石を下ろすことができるようになり、言うなれば、ドローンが玄関先まで荷物を運んでくれるような画期的なアイデアであった。港はわずか2年で作られ、これまで数週間から数ヶ月かかっていた採掘作業が、たった数日に短縮され、生産コストが7割も削減された。その後、徐々に産業が衰退し、ポルトフラビア鉱山は1990年代に閉山となる。現在この場所はユネスコの世界遺産登録を目指しているという。